て、はい、内蔵マイク上げました。で、そしてウエストポーチファンタジーを切り、はい、これで聞こえてるかな。はい、ショールームをご覧の方、そしてもうツイキャスも始まってますか？あ、じゃあツイキャスももうぜひ始めていただいちゃってよろしいでしょうか。じゃあ、膝掛けだけ置かせてもらってから。はい、あ、今不用意にちょっと待ってねっていうコメントにしたら、ずっとちょっと待ってもらう感じだったよな。それも変だからちょっと変えますね、今。はい、よし、それっぽいところに変えました。はい、いろいろ手弁当でやっております、渋谷のトライン。アイドルクラブでーす。はい、まだツイキャスが始まってない感じですかね。ショールームの人たちテロップ自分で入れるのか、テロップどころか、僕のスマホのテザリングで PC で今やってますからね。ショールームに関しては、あ、はい。はい。はい、ツイキャスも始まりましたね。はい。で、こうツイキャスと、ショールームで、やっている渋谷ロフト内のアイドルクラブでございますが、とうとうもう16回目なんですね。で、当然なんですけど、このコロナ前からずっとやっていて、こうコロナが始まってしまったけれども、やはりトークイベント配信もいいじゃないということで、改めてやらせていただいております。こうアイドルを甘やかしたくて、この番組をやっております。どうも、日本放送 のドルオタ現場歴30年ぐらいあることに、昨日アットジャムで気づかされました。どうも、吉田ひさのです。よろしくお願いいたします。はい、吉田さんの PC で配信って言われてますけど、そうなんですよ。けどね、アットジャム行った方も結構多いですよね。私、東京パフォーマンスドールの30年アニバーサリーアルバムが出るっていう発表がその場であって、その瞬間に、てことは俺もじゃんって思うっていう。はい、そんなこともありましたが、ただね、で、この、イベントなんですけども、今日は、ショールームは固定で、なおかつ、会場の、こう、直接、マイクから、スピーカーから出てる音を、パソコンのマイクで拾っているという音質でやっております。ですが、ツイキャスの方は、やっぱりアイドルは近くでリボを見たいという方のために、よりのカメラがちゃんとあって、音声も LINE で出ていて、で、なおかつ全編見られるという状態にツイキャスの方はさせていただいております。ただ、すいません、ショールームの方はなので途中で切れますよと。前半部分で一回切るつもりになっておりますというのをこうお分かりいただいた上で。で、後でこうアーカイブとかね、見たいという方のために、ツイキャス、後からも見られるようになっておりますので、ぜひそうやってご協力いただけたらと、いうふうに、思います。そうなんです。で、このイベントなんですけども、ツイキャスでもしこう有料で買っていただくと、すべてご出演のアイドルにちゃんとこう還元しようと。いいですか？さっきも言いましたけど、僕自分でやりたくてこのイベントやってますんで、僕にしても他のスタッフにしても。なので、ロフトナインさんにお支払いした分の運営側に上がる分というのは基本的にもう僕ノーギャラです。で、アイドルの方々に分配するという形になっておりますので、ぜひ有料チケットご協力いただきたいというふうに思っております。で、そんな中で一つ今日お知らせしなきゃいけないのは、出演者の方、発表したとき、初めはですね、ラストアイドルの花田美咲さんがいるという予定だったんですね。ですが、大変申し訳ないんですけども、花田美咲さんが、熱が出ちゃったと、ちょっと前に。で、いわゆるこう検査結果というのがまだ出せないという時期にこれ開催なので、大変残念なんですが、花田美咲さんに関しては今回ご出演いただけないということになってしまいました。もう本当にすいません。申し訳ございません。そして、花田さんはぜひこう、お大事に回復を。お祈り申し上げておりますが、それまでにチケット買ってくださっちゃった方いると思うんですよ。8月の30日の13時に僕ら発表させていただいてるんですが、それまでにご購入いただいた方、こういうふうにさせてください。畑美咲さん、この後必ずオファーします。次回かどうかわかんないですけど、どっかの回でオファーをします。その回の、無料鑑賞チケットをその時間までにご購入した方全員にお送りします。よろしいでしょうか。なので、佐田さんファンの方はそれを楽しみに、待っててください。で、あと、だとすると、畑さんじゃない方が推しだったんだよっていう方もそれ見られちゃうじゃんと思うかもしれませんが、いいです。そこに関しては。で、あとこう、このイベントね、他ではちょっとやらないことは、やらないとか、すごい空気的にやらない空気になってると思うんで、コアファンの方、すいませんが、もちろんタダで見られるけど、カンパのつもりでご協力いただかないと、
2回ほどやってるんですよね、配信で。結構ギリギリです。デメントロだけに継続するとなると、結構あの道理もならない部分がございますので、すいません、よかったら今後ともよろしくお願いいたしますというやつでございます。さて、じゃあそれではここから自分的なことをご理解しまして、あの本編の中身的なことと、あとご本人たちに出てくるというところにさせていただきたいと思います。で今夜も無観客配信のみなんですが、かつてあのポニキャンアイドルクラブという、アイドルに負担をかけない、ものすごく緩くやりたいアイドルを甘やかし続け、その、なんですかね、喋るのが不得意な子にも、あの自在に喋ってもらいたい、そういうことを考えてやっているイベントなんですが、もう決してもう似てないモノマネとか、もうゲテモノチャレンジとか、あのいいこと言ってみたいな空気で渡すみたいなことをしない、アイドルに一切負担をかけないイベントとしてお届けしております。では、ここからアイドルの皆さんに一人ずつ登場していただきたいと思います。で、一人目の方も、あの、そこに前、あの、今日ツイキャスのね、アップのカメラで全身を見たい人のために、一回その場で一回転して、こう、あの、雰囲気、衣装とか全部見せていただいて、あの、このイベントに入ってきていただきたいと思います。じゃあ、それでは、まずはお一人目の方、どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあその場で、そのあたりで、そのあたりでお願いします。そのあたりで、はい、ちょっと待ってください。ゆっくりめに回りますね。はい。ありがとうございます。じゃあ、その場で喋っていただくとマイクがないんで、こちらに来ていただいてもよろしいですか。はい、ということで、まずは野村さんから出ていただきました。はい。では、じゃあ続きまして、この方です。どうぞ。ありがとうございます、ね、本当に無言でアピールしてください。どうぞどうぞどうぞ。マイクないところで喋っても何も問題ないですからね。はい、ありがとうございます。さあそれではじゃあ続きまして、3人目の方どうぞ。はい、ありがとうございます、ね、そうね、あの必ずアイドルなんだけど文化が若干違うところありますからね。大丈夫大丈夫、座ってください、座ってください。はい、ありがとうございます。さあ、そして、続いてどうぞ。失礼します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。どうも。はい、出てきましたね。ありがとうございます。メジャーリーグおめでとうございます。ありがとうございます。ね、もうなんかもう、今まで出てきた3人とはちょっと夜の配分が違うなっていう感じ。さあ、それでは最後に、この方です。どうも。あ、回って回って、若干緊張していらっしゃる。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。今日始まる前から、こうルンパンに友達ができたらいいなって言われてましたね。一番初めから。はい、という内藤さんです。じゃあそれではすいません、これ全員揃ったところで、お一方ずつここで自己紹介してもらいたいのと、あとここトークライブ居酒屋なんで飲み物を毎回オーダーしていただいて乾杯から始めてたりするんですが、じゃあ自己紹介自己紹介をやりたかったらやっていいし、今日違うなと思ったらやらなくてもいいっていうイベントですので、じゃあどうぞお願いします。はい、じゃあキャッチフレーズやらせていただきます。全然やるのもありです。私がナイスって言ったら皆さんミチューとお願いします。はい、瀬戸内から皆さんにやってきました、ナイスミチュー。よろしくお願いします。今ここに一緒に上がっているアイドルが優しいですね。優しいですけど、全員緊張はゆえの何か張り付いた笑顔なんですね。今の段階ではでもやってくれましたね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今リーダーなんですね。そうなんです、うん、STU48のキャプテンを、岡田奈々さんから1月に受け継いで、はい、今キャプテンとして頑張ってます。完全にもう政権交代が行われたわけです。、うん、いやそんな堅苦しいもんじゃなくて、堅苦しいもんじゃなくて、はい、どうやって政権交代できるんですか。奈々さんから命名というか、任命かな、任命。名前つけられたと思うとあなたは好きです。言われたやつがそうですね。締め、ご締めをいただいて、はい、はいはい。うん、そうなんですよ。でも学級委員とか今までの人生でやったことあります？あ、でも一回だけ中学校の時とかに
あります。え、その積極的にやりたいですって言ってた。いや、そんな感じじゃなくても誰もいなくて、押し付けられてる側のやつ、なんかスッと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 やったのがあるのが、はい、今やもう STU のリーダーですもんね、はいはい、かなり重責ありますね、そうですね、じゃあそんな、山村さんのお飲み物のオーダーをいただいてもよろしいでしょうか。はい、私はパインジュースを、はい、ジュースをお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。じゃあそれではお隣にお願いいたします。はい、青春高校3年 C 組から来ました斉藤伊佐です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すごい緊張しますね。でもめっちゃ緊張してます。その緊張は何緊張なの？なんか、うん、そうですね、なんかあんまりないのでこう一人でこういう、まあ、そうだよね、3年 C 組もともとそのアイドル部じゃなかったとしても人数結構いますし、そうですね、40人ぐらいいるので。アイドルって何人でしたっけ？13人いますね。そうだよね、はい、でしかも今回に関して言うとラストアイドル畑さんは、はい、本当残念ながら出られないってことになったので、昨日でしたっけ発表したの？昨日ですよね、もうねバイトのシフトでもこんなに簡単に埋まらないよすごい、そうなんですよ、来ていただきまして、だから全然準備も何も、まあ、このイベント本当に準備じゃないんですけど準備も何もないわけですもんね。でもめちゃくちゃ楽しみにしてきました。え、そうなの？はい、その理由は？もう他のたくさんのアイドルさんと共演できるのが嬉しくて。そうか、斉藤さんアイドル好き。アイドル、はい、おアイドル好きです。お、はい、じゃあプライベートで推したいアイドルとか推してる人っていうと今どうなったとか、あ、その言いにくそうとかいうのを一切気にしなくていいです、はい、言って嫌な感じ全然しないと思うんですから。私は、はい、もうずっとコンティエントグループさんが好きで、うん、なので本当に今日会えて嬉しいです。あら、ちょっと待ってください。フォーティエイトグループじゃないのはなぜなんですか？だとすると、え？自分がフォーティエイトグループを受けてもおかしくないじゃないですか。いや、応援したいからです。あ、なるほど。応援したいの。おお、はい。入っちゃったら応援じゃなくて仕事になっちゃうから。はい、私は応援したいので。じゃ、現状は3年 C 組だけども、同時にこう応援AKB オタでもある。そうですね、はい、好きです。あ、そうなんだ。え、ティフィンに今村さんに言われてますけど、いや、嬉しいですね、はい、嬉しい。あ、今日君、あ、そうなんですよね。あ、まあ、そうですね、はい、うん、分派し大本家からの、はい、ね、別に分派しないティフィンみたいなもんではあると思いますけど、そう、そういうのってメンバーの人と直接仕事ってまだなかったんですか？こうやって言うところに初めてですかね、こう関わらせていただける。あ、そうなの、はい、あら、ですって。私が初めてで、まだ申し訳ない。え、そう、何それ、そんなことあるんですか？申し訳なくないでしょ。れっきとした。ノート部なんですけど、まだ先輩グループがいっぱいいますからね。はい、ああ、すごいな。今、意外にフォーティエイトグループが縦社会になったなって思いました。さて、まあ、先輩に気を使ってればいいことだと思います。さて、じゃあ、それでは、斉藤さんにもオーダーをしていただきたいと思います。はい、パインジュースでお願いします。パインジュース、はい、わかりました。それは今村さん推しだから、そういうんじゃない。なんとなく飲みたら。そうですね、まあ、でも本当にパインジュース。本当にパインジュース。いや、別に言ってないですよ。そんなに何か、常に意図にさらされて生きているの。大丈夫。はい、わかりました。じゃあ続いて、お隣なんですが、お願いします。はい、ダイアログから参りました、村上真夏です。ダイアログでのキャッチコピーがあるので、それを今回やらせていただきます。ダイアログのネタ係、ちゃんと私は人間ですよ、村上真夏です。お願いします。よろしくお願いします。いい声、ありがとうございます。あ、すみません、まだ続きがありまして、はい、これ毎回そのネタ係とキャッチコピーがあるので、はい、一個ネタをやらないといけない、そういう流れがありまして、はい、今日はちょっと可愛い系のネタを一つやってみますか。あ、もうすごいですね。もうメンバーとか言ってるからめっちゃ不安でしょ、今。そういうのやるの。そういうのって周りにいないの時にやるめっちゃ不安だよ。そうです。大丈夫、全力でサポートするの、みんなも。サポートしますよね。困ったら可愛いって言ってください。サポートはするけど、そこまで言うとお約束してなかった。いいでしょう、お願いしましょう。はい、はい、お願いします。あっち向いてほいじゃなくて、こっち向いてほい。かわいい、そこなの。あ、そこなのね。かわいいのタイミングを我々が見失いましたけど。ね、もうちょっと行ってって思っちゃいました。はい、すごいね。だからもう多分アイドルファンの人はストレートにこうアニメ声なんだなっておっしゃってますけど、声優さんです。そうなんです。声優さんでありつつ同時にアイドル、はい、
というグループで、はい、で、あのどんなグループで説明してます？世間に言うと。声優アーティストユニット。アイドルと入ってないんです。はい、入ってはいない。あ、そうなんだ。はい。あら、で今日出てきましたね。はい、もう、いろんなところで。で、まあ、それは何かというと、僕が一方的に田口智也の異常なファンで、友達で、なおかつダイアログ見に行って、やべえ、すげえ楽しいと思ったから今日来ていただきました。ありがたい。すいません、ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ、なので、だから声優さんとしても活動してるけれど、まあ、ガールズグループでは間違いなくありますよね。はい、そうですね。はい、8人組の。そう、それで作詞作曲が田口智也なんですよ。そうなんです。恐ろしいことなんですよね、これね。プロデュースしていただいております。はい、じゃあそれではその村上さんの、はい、オーダーからいただいてもいいですか。はい、ジャスミン茶をお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、でこの辺の話を聞くと、今一瞬目が合った内藤さんがめっちゃ緊張してるのが分かるんですまだだからね。緊張してるんですか、やっぱり。してます、めちゃめちゃ。だってこの中でアイドル劇だったら多分内藤さん一番長いんですよ。本当ですか。じゃあ、そうですよ。デビュー何ですか。デビュー、はい、何デビューですか。ほら、難しいこと。あの、子役って言わないですよね。なんていうの、ジュニアモデル。何ですか、ジュニアタレント。スターダストさんに、はい、所属して自分の事務所さん付けなんですね。ぐらいの。確かに、ね、スタートに属して、はい、スタートして11年、すごい、すごい、1年間。そうなんですよ。でほとんどの皆さんがまだキャリア3年くらいだという中で、そんな中なんですけど、もう一方3年どころじゃ済まない方がそこに座っていらっしゃいまして、じゃあすいません、あの佐藤さんお願いしてもいいですか。はい、フィロソフィーのダンスの佐藤マリアです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。今日この中で、一人やっぱりこう、なんていうんですかね、時間帯が遅い感じが出ていて、え、なんでですか。なんでですかじゃないじゃないですか。そう、なんでですか。でもフィロソフィーのダンスではそういう担当じゃないので、フィロソフィーのダンスは他の方々の余裕力の高さがすごいじゃないですか。そうなんです、私グループでは、はい、スーパーミラクルアイドルを担当しているので、うん、あの今日はそういうつもりで来たんじゃない。そうね、はい、ちょっとなんか思ってる皆さんの衣装が白かったちょっと失敗しました。失敗ではないですよ、全然。間違えちゃった。でも失敗ではないですし、そのいきなりこう髪色があのこう無難な色に変わったりもしないわけじゃないですか。そうでしょ。もうフィロソフィーのダンスのスタイルとしてはもうめちゃめちゃ合ってると思いますけど。よかったです。いやだってね、あのこうもう本当に音楽的なことを言うと、ダイアローグももちろんかっこいいですけど、フィロソフィーのダンスの方、あ、もしかして村上さん詳しい人？あの、実は今日ちょっと行きの電車の中で皆さんの楽曲を勉強するタイプ。お、はいはいはい。かっこいいと思ってダンスを見たんですけど、ええ、すごいかっこよくて、大人っぽくて嬉しいです。ダンスはダンスを聴いてきましたって、お、あの言ってくださって、お、うん、本当になんか来たのが私ですいませんと私は思いました。来たのが私すいませんってことないでしょ。なんかちょっと私もあのフィロソフィーのダンスじゃない方芸人みたいな感覚がちょっとあって、あの何、走れみたいな。そんなことない。なんかちょっと今日来ちゃったので申し訳ないなと思ったんですけど、あの今日は楽しく皆さんと仲良くなれたらいいなと思ってます。はい、でね、ここまでのところあのこうそれこそ日向さんと奥田さんとかいらっしゃっていただいてるわけで、はい、で戸塚さんもうちあのレギュラーでネコプラス出ていただいたりとかしてるので、あの皆さん大体普通にあのお願いすると平気でハイボールとかあるんじゃないですか。あの今日なんですけど、はい、すいません、あの佐藤さん、アルコール残念ながらちょっと今日ダメな日なんですけど。大丈夫です、私はアルコール担当じゃないので。アルコール担当、はい、アルコール担当がいるグループやっぱりね。アルコール担当じゃないので、はい、うん、はい、大丈夫です。じゃあ何しますか。クリームソーダ。かわいいな。かわいい、かわいい、って言った瞬間になぜか斉藤さんが嬉しそうなんだ。斉藤さんが、いや、イメージが変わりました。ギャップ萌え、ギャップ萌え、ギャップ萌えある。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは最後に内藤さん、お待たせしました。はい、ボルトの内藤ルナです。よろしくお願いします。はい、内藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきあの11年って言ったので、御年みたいなことを聞いちゃいけない空気出てますけど、それも全然若い人だね。あ、19歳です。はい、はい、にして芸歴11年という状態なわけですよ。で、ボルトに変わって、はい、で、ボルトって、ボルトのライブとか見たことある人、他のアイドルさんもいますからね。あの、見たことある人はびっくりすると思うんですけど、グループ4人のうち2人小学生なんですよ。なんでそうなの？ちょっとじゃあ佐藤さん聞いてみたら、何ですかそれはって言われてますけど、小学
か？いや、内藤さんはそうですよね。身長はあのそれぐらい感じちょっとしますけど、はい、私とあの4人組のグループなんですけど、もう一人高井翔太ってメンバーは私の一つ年下で、あとの隣にあのあやちゃんとなのちゃんが今小学6年生になります。すごい、高井翔太アイドル、うん、6年生のアイドルがいて、で、あの面白いことに内藤さんと高井さんは高校を卒業しているので、アイドルなのに中高生がいないグループ、いつも言ってください、そう、思春期がいないグループで珍しいですよ。まあそういつつもピュアピストーフィーのダンスとか全然それは思春期の人はいないだろうって感じだと思います。いや、でもちょっと非公開なんでわかんないですよ。あ、そっか、非公開でしたね。非公開なんで、非公開でした。私も17とかそんな可能性が、小学生の可能性はないとしても皆さんと同じぐらいですね。はい、そうですね、そうですよね。はい、あとすいません、あの内藤さんの飲み物とあと村上さんにオーダーしたもの実は忘れたまま忘れちゃったので、はい、あのオーダーいただいてもよろしいですか。あ、しました。あ、来たっけ、ジャスミン茶。あ、そうだ、言ってたね。どうだ、このカンペ何言ってない。あ、でもジャスミン茶が入ってなかったということですね。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ内藤さんお願いします。はい、レッドブルでお願いします。どうしたの、やる気出さなきゃいけないみたいな。直前に一気してるんですよ、ね。え、そうなの？して、そうなの？そうなんですよ、好きで。ああ、でもボルト割と音楽ロックですからね。そうですね、バンドサウンド。バンドサウンドで本当なんかブルーハーツみたいな曲調だったりとかしますもんね。はい、あとさっきこう皆さん全員完全初対面ですよね。全員が全員。そうです。ですよね。はい、全員が全員初対面で、さっき斉藤さんがフォーティエイトグループ大好きって言ったんですけど、なんか村上さんも若干。そうだね、ちょっとたしなませていただいたって、はい、何を、48グループさんの楽曲はちょっと全部聴くようにして、全部聴いてんの48グループの全部聴くって、あのすべての楽曲を振れるっていう、あのいつも聴くんじゃなくて、あ、こういう曲が出たんだなっていうのは聴くようにしていて、ねえねえ、ですよ、今日も今朝歩いてきた時に、ちょうど CM、石井優さんの CM を見て、今日は私はこれからこの人たちに会うんだと思って、ワクワクしていきました。なんと、え、じゃあ割と48グループはその子もともと好き、はい、もともとやはりアイドル様の王道といえばみたいな、うん、アイドル全体が好きなの。いや、そうなんです、アイドル大好きです。アイドル大好き、はい、あ、じゃあ現場に行ったことある人とかもいる。あ、そうなの。それはなんで今の秘密にしといてくださいみたいなトーンだったの。あ、いえいえ、全然イコールラブさんの、あ、そうなんだ、はい、イコールラブも若干声優要素あるじゃないですか。そうなんですよ、はい、あ、だけど、はい、ああ、そうなんだ、そうなんだ、はい、という、まあ、アイドル同士の交流もあってしかるべくイベントでございますが、じゃあ行きますね。あの皆さんまず乾杯から、あの配信でご覧になっているツイキャスの前の方、ショーの前の方ももしよろしければ乾杯ご唱和いただきたいと思います。行きますよ、せーの、乾杯。乾杯、乾杯。スタッフの皆さんもちょいちょい、すごい、まあ、今あのご小ルームのコメントで、あのレッドブルって言った瞬間なんですよね、あのパリピ感っていう風に内藤さん、パリピ感から最も違うタイプの人ですよね。裏パリピ感です。裏パリピ感、裏そうなの。いや、わからないです。なんか近くにいる人とかには、なんか言われたりもしますけど、時々、はい、パリピ感あるって、なんか音楽流れちゃうと、おうおう、感覚止まらない。あ、まあ、そこからはだけど、でも基本的には常にちょっとハッハッってしてるタイプかなと思って見てますが、とりあえずなんか、かわいいアイドルさんとかいらっしゃると、もう、あ、そうだ、あ、はい、アイドル好きアイドルというのは内藤さんじゃないですか。そうそうそう、うん、いやだってあのスターダストにいながら、しかも10年以上経過しているのに宇宙大好きですもんね。大好きです、宇宙さん、ね、本当に大好きです、うん、しょっちゅう会うでしょ。でも今日はほら、例えばそのさっきの斉藤さんとか、その村上さんは、アイドル、テンジェットグループの人好きでもそうそう会えないわけじゃない。っていう緊張じゃないですか。同じ事務所で、かなり長い歴一緒にいると、普通にいるでしょ。いますね。いますよね。なんか、この間も、はいはい、事務所に私たちボルトがいたときに、はいはい、メンバーと一緒に私撮ってたんですよ、自撮りしてて。はいはい、そしたら、ここに何か、誰かいる感じの、が感じて、なんか、見たら、うん、あのシリテイブシチュガさんの真山有田ちゃんがこれってやってくださって、画面に入ってなかったんです。それが気づいてってなって、とりあえずなんかちょうどいい距離じゃないけど、
近くだったんで、3区か、なんか4区で後ずさりしてから、ご挨拶させていただいて、でも、後々反省会したんですよ、自分の中で。どういう、ちょっとね、反省会必要でしたか、今。そう、反省会したんです。なんか、普通のアイドルさんだったら、こうやって、気づいた後に、あ、いいって一緒に撮りましょうよって言えるじゃないですか。言えなくって、そのままこうやって一緒に入ってきてくださったので、私撮らないまま、なんか、疲れ様でしたか、ありがとうございます、みたいな感じで、終わってから後から言うと。そこは普通だったら撮るべきだなと思って反省会してました。高貴な人がいろいろやってくれたのに、私みたいな下々のものをもうちょっと砕けた方がむしろ向こうも嬉しかったんじゃないかみたいな。普通のドルファンじゃん。それは本当に、はい、さてそんな皆さんに乾杯をしていただきましたが、もうここからも本当に喋るだけのイベントなんですよ。本当に、で、今日の企画なんですけど、今日の企画はこちらでございます。渋谷ロフト9アイドルクラブ夏の終わりのプロフィール紹介&夏のアンケートトークスペシャル。テストをやったんですけど、このイベントプロフィールを聞くこととアンケート以外をやったことがありません。プロフィールだけ聞いてるだけで割とこう本当前半の時間が過ぎちゃったりするんで、喋りたかったらどんどん話しかけてください。気になることとか私もそうみたいなとか、あとはどんどん入ってきていただいて構わないのと、あと暇だったら、クリームソーダとか溶けちゃうと思うんですよ。あ、そう、結構痛いです。あ、でもね、もう相当回ってこないので、初めゆっくり食べても全然大丈夫です。これは皆さんのお話聞いて、もう突っ込んだりとか、してもいいんですけど、気になったら突っ込んでいいですけど、そうじゃないと、へーって言って全然大丈夫です。そういう飲みでいいんですか？全然大丈夫です。はい。すごい楽しい。本来はね、お客さんがいて、推しがご飯食べてるところが幸せっていう、そういうイベントでもあったんですけどね。はい。じゃあそれでは山さんからお願いしたいと思いますが、はい、まず一番初めに基本的なプロフィールとちょい足しプロフィールを書いてもらってるんですね、はい、でまずはまあホームページとかで分かりそうなプロフィールを見せていただいて、その後ちょい足しを見せてもらいたいと思います、はい、はい、じゃあ基本プロフィールからお願いします。はい、はい、私の名前は今村美月です、はい、ニックネームはみちゅうと呼んでもらってます。もう名前がすごいこうアイドルとして完成度高いですね。本当ですか？やっぱりそうですけど、美しいですよね。美しい。え、本名ですか？本名です。でも、本名ってことも基本そうですよね。はい、本名です。そうなんですよ。でも、由来は親が好きなキャラクターからで、そうなんですよ。そう聞かされてるんですけど、このイベントは半券全然大丈夫ですよ。あ、本当ですか？何ですか？私の下の名前の真ん中の文字がちっちゃくなって、伸ばし方が。あ、そういうことなの？両親に言って。あ、確かに反対に気を使うよね、それはね。だから私に弟ができたら、アヒルの、ダックの。つけられる？って言われて。日本人っぽくなる。私一人っ子なんですよ。だから一人っ子でちょっと良かったなって思います。弟さん出たら、ね、トランプと同じ名前だと思う。すごいな。危なかった。そんなことあるんだね。で、人一個で。はい、人一個です。はい、そして出身は広島県の。そして、はい、アイドルいっぱい出てる県でもありますよね。そうなんです。広島はね。はい。うん、そして、2000年の2月19日生まれの20歳です。うん、で、血液型は O 型です。うん、そして、趣味は音楽鑑賞とギターを弾くことです。あ、ギター弾けるんですね。ジャカジャカ弾けるわけがないんですけど、はい、STU の中でバンドを組んでまして、そうなんです。それでギターとメインボーカルを担当しているので、うん、最近ギターを練習してます、うん、はい。そして特技は歌にハモることとか書道を習っていたので、うん、書道です。ここまでもうものすごくスタンダードのアイドル。すごい難しい。いやいや、でも今日違うところで言うと、まあ、このイベント自体ずっと東京でもやってるので、うん、広島、STU って基本的には、まあ、瀬戸内中心で活動してる、はい、で今回東京の活動に一人だけ前乗り先にして来てもらったんですね。わざわざこのためにありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。広島のアイドルシーンってやっぱ違いますよね、東京でね。そうですね、やっぱりなんか地域に根ざした活動をいつもやらせていただいてます。で、出身の方が多いわけですよね。はい、 STU48 自体瀬戸内奈良県からの子が結構集まってて、うん、瀬戸内奈良県っていう言い方する。
瀬戸内奈良県。あ、なんか関東の人間からすると、大変申し訳ないですよ。あまり馴染みのない言い方です。そうですね。でも、STU って聞いてどこって言って言われることも多いですし、奈良県をまだあんまり瀬戸内海に面してる県って言ってるんですけど、あんまり、あ、兵庫も入るんだとか。兵庫間違いないです。確かに面してますよね。そうなんですよ。いろんな、ちょっとありますね、まだ。あの、すみません、この中で、もうこの話をしているときに、日本地理不安っていう顔をした人が何人かいらっしゃる感じがするんですけど、お、内藤さんですか、それは。うわぁ、なんで奈良県言える？みんなで、みんなで協力して奈良県、瀬戸内奈良県。奈良県？奈良県ではない。奈良県はむしろ海がない。奈良県って何だろう、奈良県って何だろうって考えたら、そうですよね。え、佐藤さんもそこってたの？瀬戸内に奈良県って言ったら、そうやったら、あ、奈良って瀬戸内なんだって。さっきも言いましたけど、海がない。むしろ海がない。滑舌が悪かった。優しいなぁ。いや、どう考えても今のは、あの、なんか常識のなさを自分の滑舌で教習しようとしてるんですよ。いや、申し訳ございません。だから、その北海と岡山、兵庫、岡山、広島、山口、香川、愛媛、徳島も瀬戸内に入る。あ、でもここのメンバーが多いわけですか。そうですね、出身のメンバーが多いです。で、あの、さっきからこうアイドル好き、アイドルが結構独出してるじゃないですか。はい、あの、自分で、こう、野村さんはアイドル現場とか行ってたのはあったんですか。アイドル現場さ、でも、あんまり。アイドル現場アイドル現場ですか。でも私もちっちゃい時からアイドルさん好きで、あのももクロさんのファンクラブに入ってて。あ、そうなの。エンジェルアイズ。エンジェルアイズ。あ、そうなの。ベレー帽かぶってました。そうなんだ。現場には行けなかったんですけど、なんかいろいろ見てました。あの DVD だったりとか、映像もその見たりしてて。CD だったりとか。ももクロにはまだ会ったことはない。会ったことはないですね。ない。あ、あるんですか。ないですね。あの、すみません、妄想の中で会ったことはあることにしてしまうタイプですか。いや、ないです。ないはず。ないはず。そうか。まあね。でも、まあ、この活動を続けてたらね、全然おかしな話はないですからね、お会いすることもね。というのが、じゃあ基本プロフィールですね、今のさんのね。じゃあ、プラスちょい足しプロフィールをいただきましょうか。お願いします。オフの日の過ごし方は、小さい頃からゲームが好きなので、オフの日は一日中ゲームをしたりしています。そして今日のお昼ご飯は汁なし担々麺を食べました。そう、汁なし担々麺は広島で有名な、有名なんですよ。知らなかった。ぜひ食べてもらいたくてちょっと書いてみました。東京にも。あのアンテナショップの中とかにあるので、ぜひ行ってみてください。いや、ここ上半、ね、上の部分が書きたかったプロフィールで、下の方は空白が空いたから頑張って書いてくれたっていうのがすごい伝わってくる。いやいやいや、ちょっと絞り出しなんですけど、ちょっと絞り出しなんですけど、そうなんです。でも、広島アピールは違うかなと思って。真面目なね、今村さんね。もう。でもなんか、あの、岡田さんが異常に真面目だったんで、なんか、あ、そういう文化なんだなっていうのが。感じてるんですけど、で、そのゲームが大好きっていうのは割とちょっと意外だったんですよ。どんなゲームをどれくらいやるタイプかって。ああ、でもいろんなゲームするんですけど、最近はメンバーに誘われて、あのフォートナイトを。おお、そっちだ。そっちなんだ。スイッチで、そう、メンバーと一緒にやったりとか、あと PS4 でフォールガイズを。はいはい。本当に。結構ガチゲーマーですね。そう、ゲーム大好きです。今の話だと、こう、なんか動物の森とか出てくると思うから。でも動物の森もやってます。まあ、それはそれで基礎教養みたいなものですけど。TPS とかやるんだ、サードパーソンシューティング。そうなんですよ。最近シーズンが変わって、ちょっと新しい色の武器とか、復活したりして、楽しくやってます。じゃあ PS4 は間違いなく持ってる。持ってますよね。さすがにパソコン作ったりするところでいかないですか。いや、欲しいんですよ。あ、そういうレベル？はい。ゲーミングパソコン。いろんなソフィーのダンスにそれを仕事にした人が現れてるんですよ。はい、なんか自分で作ってゲームの速度を上げてるらしいので、すごい、なんぜひ。なんか私が進むのおかしいですね。佐藤さんはまだよく分かってないんですよ。あ、はい、全然分かんないで、なんかやったら勝てるらしいんで。あの、
を使う乙葉ちゃんっていうメンバーがそれをやっていて、それで自作 PC を作るコーナーをラジオでうちの番組でやってるんです。すごい。意味もなく僕らが楽しんでるんです。じゃあ結構、まあ、ゲーム好きなのと上手い下手はまだ別じゃないですか。はい。結構やるタイプですか。そうですね。でも昨日は5時間ぐらいあのフォートナイトやって、結構やってるぞ。5、6回ピクロイしました。え、本当？はい。それ結構なランキングあるんですよ、フォートナイトって。あ、ない。いや、アリーナとかでなんか、はいはいはい、アリーナとかは売ってないんですか。そんなにガチじゃないんですけど。まあでも、なんだろうな、何にも言わなかったらプレイヤーは女の子だとか思わないレベルじゃないですか、それ。いやー、どうなんですかね。でも最近あの誘われて始めたばっかりなので、建築も全然ままならなくて練習中です。あのもう全然わかんない人が今属性してることもわかるんですけどあれは銃を撃つんだけど、その時になんかね、あのうまいことバリケードとか作る人が出てこないと勝てないゲームなんですけど、それを建築とか言ったりするけど、壁作ったりとか。待って待って、それを最近、誘われてそのレベルということは、今まで人生でめちゃくちゃハマったものがありますね、これ。ああ、ゲームですか？ゲームで。ゲーム？じゃなくてもいいですけど、ゲームだろうな、きっと。え、なんだろう。でもゲーム、いろんなゲームしてるのでも、もうそれこそ、こういうこととかやってたりとか、第五人格とかも。ああ。やってますか？ほら。なんなら、フォートナイトも今メンバーですごいハマってる人がいて、そう誘われて、もうすぐ始めようかなと思ってるな。なんと、次やりましょう。そうするとまずパソコンが欲しくなりますよね。そうだね。はい、あ、でもそれぐらいガチゲーマーなんだ。はい、ゲーム好きです。あと、汁なし担々麺に対する郷土愛そうです、汁なし担々麺は本当に山椒が好きな方はもう絶対好きなので、ぜひ食べてもらいたい。ちょっと興味出ました。本当ですか？あ、出ました出ました。ピリピリ、なんかピリピリ、舌がピリピリする感触が楽しいんですよ。今山椒ちょっとブームらしいですね。あ、そうなんですか。そうなんだって。お他のスパイスとは違うぞみたいな。やっぱり広島にはかなり愛があるのが伝わってきたんですけど、はい、やっぱり、まあ、STU だと広島にいながら活動ができるじゃないですか。たまにやっぱり遠征したりすると、帰りたいなってすごい思う。いやでももう昔からもう本当に広島に生まれたので、もうそれが当たり前なので、あのやっぱり新しい地に行くと新しい地も楽しいです。あ、そこそこ、あ、はい、そんな内向きなタイプじゃないですね、ゲームが好きだからといって、外怖いとかでも全然ない、はい、あ、外交的なゲームはい、ちょっと、だいぶ緊張がほぐれてきた感じがするから、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でその一方で横に推しがいてちょっと緊張してる感がある高橋さん。あ、斉藤さん、高橋さんってちょっと誰なの、高橋さん斉藤さん、じゃあ、はい、行ってみますか。行ってみます。基本プロフィールからお願いします。はい、はい、こちらです。はい、はい、名前は斉藤ありさです。ニックネームもありさです。これニックネームってか普通だよね、もうそうです。ニックネームじゃなくて募集中です。はい、はい、出身地が千葉です。生年月日は2001年3月29日、年齢は19歳です。はい、趣味はミニチュア料理を見ることです。特技はけん玉とチアです。お願いします。やっぱこれ一番気になるのは、はい、ミニチュア料理を見ることっていう。まずミニチュア料理があまり耳馴染みがないんで。最近そのハマったんですけど、はい、本当にちっちゃい、もう、ちっちゃいフライパンで、うん、ちっちゃい料理を作る動画を見るのにハマっていて、食品サンプルとかじゃなくて本当のご飯、本当の料理を小さく作るの。アップルパイとか、オムライスとかを、超ちっちゃいのを作ってる動画を見るのにハマってます。それも卵を使ったりするやつですか？そういう感じです。なんかもう本当ちっちゃいリンゴを使ったりとか、それどうやって見つけるんですか、それ。本当にたまたま TikTok 好きでよく見てるんですけど、おすすめで見て、もうそこからハマっちゃって、毎日寝る前にこう見ながら、今日もなんか小さい料理が作られているはずだ。探し続けて探して、ああ美味しそうと思って見ます。やっぱり TikTok 見そうだなっていう、ね、雰囲気ですけど、見るんだね実際にね。あ、見ます。まあある意味じゃあ趣味 TikTok っていうのは嘘ではない感じ。そうですね、で結構見るのが好きです。自分ではどうなの？あ、撮りますね。撮る。撮りますけど、でも見る方が多いです。はい。自分の撮っ
ているのは、すげえ頑張ってる感じではなく、まあ、なんとなくちょっと作ってるぐらい。そうですね、はい。それこそ自分でミニチュア料理作ってみようとはならないんですか？食べちゃいそうだなと思って、ちっちゃかったから。この量だったら作っ、いや、大体の料理は食べるために作ると思うんですけど。途中で食べちゃいそうと思って、自分が、はい、途中最後に作るまでイライラしないで、やり通すことができなそうな気がする。そうなんですよね、なんか、もう、なんか、作るのだったら食べちゃうかなと思うので、お見てる専門で。今の話を聞いてると、あのこう細かい作業とか、あんまり好きじゃないタイプかなって気がしてきたんですけど。そうなんですよね。もうそれも B 型っていうのもあるんですけど。いや、B 型の人はね、すぐ B 型のせいですよ。B 型のせいにしたいですよ。でもそれが B 型の特徴の感じは確かにするんですよ。そう。じゃあ、あんま細かいことはやらないけど、人がやってるのを見るのは好きですね、はい。はい。あとは特技が、けん玉とチアですね、けん玉と。けん玉とチア。はい、けん玉は、はい、それこそ自粛期間になんか何か始めようと思って始めたんですけど、それで、まあ、ちょこちょこ練習して、うん、つい最近、その青春高校でオンライン公演があったんですけど、うん、そこでなんかチャレンジ企画として、あのけん玉検定2級の技をちゃんと検定方式で、なんか5回まで失敗してもいいっていう。条件で、それはもう検定のルールだね、初めから。5回まで失敗できるけど、結構難しいことをやらないといけないわけですね。そうなんです、技が5つぐらいあって。うん、どんな、例えばどんな技？その、けん玉の、その、ボールの方を持って、こう、ペンを出す。ああ、難しそう。はい。それを全部成功したので、うん、ちょっと特技にしちゃおうかなと思って。最初は。でもなんかそれ、本当にけん玉検定受けに受かるってことですもんね。そうですね、その時はあくまで特技披露だったけど、ちょっと運もありますけど、うん、まあでもまあ受かるんじゃない、受かる可能性はあるわけじゃないですか。そうですね、だよね、はい、だけどあの細かい作業とか手先の器用さと求められるのはあんま好きじゃない。そうですね。けん玉ってできたんだ。でもできましたけど、そのチャレンジ企画がなかったらやめてました。かなり正確に緩いところがある感じがする。それは自分でも思う。はい、だとすると、けん玉は一人でやってればいいじゃん。はい、チアって、一人じゃできないんでしょ？はい。もう、ね、なんかこう下で、パーンって飛ばしたけど、飛ばしたけど受け止めるの飽きてきたな、みたいなこと言われると、大変なことになるじゃないですか。でもなんか、練習は音楽がかかってると楽しいんで、なんか、はい。あ、そうなんだ。音楽がかかってると、頑張れました。音楽が頑張ってると頑張れる。はい。けん玉もじゃあ音楽付きで練習してたの？いや、無音です。そうか。じゃあ音楽好きなんですね、もともとね。好きですね、はい。ね、何が、あのどんなアーティストが好きとか、そういうの、アイドルが好きとか。そうですね、昔からでもアイドルばっか聞いてました。じゃあもう小さい頃からずっと、はい、そうですね、なんか友達ともうずっとアイドルが好きだったので、その曲を聴きながら育ちました。振りコピーしたりとかどういう？そうですね、はい、しました。何ができたとかあります？素人時代。振り込み、私振り込みしましたかね？知らない。残念ながら、あのうちの娘とかじゃないんで分かんない。本当に簡単なダンス、ちょっとあんまり得意じゃないので。あ、まあ、48グループのはやってたかな。そうですね、簡単な。それこそハロープロとかやったりとかするのはない？そうですね、あんまり、はい、なかったかもしれない。でも好きです、うん、はい、なるほど。じゃあそれではちょい足しのプロフィールを聞いてないので。はい、ちょい足しましょう。じゃあお願いします。はい、ちょい足しプロフィールは、お笑い番組が大好きとアイドルが好き、大好きです。うん、はい、お笑い番組が好き。まあ、いろんな番組がありますか？そうなんですよね、特にそのお笑い向上委員会とあちこち踊りが好きで、もともとお笑い番組好きだったんですけど、うん、なんかその青春高校に入ってからそのプロデューサー の、うん、その佐久間さんの影響で、よりなんかお笑い番組が大好きになっちゃって、そこからもうお笑い番組しか録画してないぐらいの勢いで録画して見てます。もう見方が佐久間さんの影響を受け付けじゃないですか、録画が。そうなんですよ。
なんかもう、佐久間さんの番組は、こう、ほとんどチェックしてるっていうか、はい、推しは佐久間さんってことですね。それだって。佐久間さん推しです。佐久間さん推しです。ああ、で、じゃあ、お笑い番組見てて、で、しかもですね、青春高校ってことは近くにいるわけじゃないですか。はい。自分も出たいですみたいなことはならないんですか？いや、もう見てたいですね。あ、さっきの48グループの時と似ている。はい。いや、面白いから、なんかもう、こう見てるだけで幸せっていうか。ああ。はい。ああ、じゃあもうお笑いは凄すぎるから、むしろ自分は、みたいな。そうですね。こうテレビで見てるのが嬉しいっていう。ああ、アイドルも同じ感じ？そうですね。見てるだけで幸せっていう、うん。でも、アイドルですよね。そうなんです、実は。そこ自分の中でどうやって解決するの？なんか、でも本当に自分、忘れてる時あります、なんか。え、自分がアイドルであることを忘れる瞬間が？はい。なんか、こう、アイドルさんの曲とか聴いてたりとか、こう、お笑い番組とか見てると、なんか、あれ、自分ってなんだっけ、アイドルだったの。なんか、なった時から自意識が芽生えるとかそういうもんじゃないの？なんか不思議なんですよね、自分も。じゃあ受かった時は、まず実感がなかったの？それすげえ嬉しかった。実感なかったですね、嬉しかったですけど、あ、自分受かったんだと思って、アイドルなんだ、アイドルなんだ、なんか本当にアイドルなのかなって今でも思います。なんかちょっと待って、これを聞いた瞬間に全員がそれ分からんでもないっていう空気が出てるんですよ。村田さんは結構自覚ある？まあ、そうです。目指してたんで。あ、普通にリーダーだしね。はい。で、村上さんどうですか？ああ、アイドルじゃないのか。あ、いや、でも、その、こういう歌とか踊りの活動させてもらえるなんて思ってもなかったので、やっぱりね、決まってから結構いろんなことを本当にハイスピードにやらせていただいているので、なんかまだ実感が湧かずに がむしゃらに頑張ってるぞみたいな、今、現状なので。あ、なんか今、斉藤さんが私もそんな気持ちっていう。これです。これです。これ、すげえな。何も言わないのに通訳が成立しない。そうです。ありがとう。これ、こういうことです。ちなみに、佐藤さんは自分がアイドルであるっていうのを忘れる瞬間とかある？いや、ちょっとおうち時間が長かったので、その時は忘れかけました。さすがに外で現場があって、ステージに立つと、アイドルって気持ちになるけど。はい、もうお仕事してる間は、もうそういうモードに、もう私逆に抜けないタイプで、もうずっとライブ終わりの興奮が抜けなくて、家に帰っても超元気なんですけど、おうち時間はもう抜けすぎちゃって、なんか、あ、戻れるかなってちょっと心配にはなりました。あ、でもまあ、一応今戻れてはあ、今は順調にスーパーミラクルアイドルに戻ってきてます。はい、ちょっとずつですけど。今スーパーミラクルアイドルなんですね。あ、そうですね、今は。はい、スーパーミラクルアイドルさん、どうもありがとうございます。内藤さんはある？私は、推しの動画とか見てて、ふと画面が消えて黒くなった時、自分のにやけた顔が映った瞬間とか、多分アイドルじゃないと。あの子は黒みが的なの。黒くなった時とかに、こんな顔してたんだと思う時とかは違うと思いますね。普段はじゃあ自分がアイドルっていう自意識はもうある。もともと、アイドルになってからアイドルオタクとかファンになったんです。そうなんです。つまり自分と同じ仕事をしている人たちで、よりすごい人たちに対する尊敬が芽生えちゃってるみたいな感じなんですね。はい、いやでもアイドルが自意識が消える瞬間ちょっと面白いな。でもファンの人とか来るでしょ、はい、当然ですけど。ファンの人とか来た時にどういう気持ちなの？でもその時はアイドルの気持ちだった。その時はアイドルはこうしてるんだから私もみたいな気持ちで。あ、そうです、ね、ちゃんとやれる。はい。その時は。はい。村上さんもそんな感じ？はい。ファンの人が来た時が。でもやっぱり嬉しいですし。でもその嬉しいの気持ちで高ぶって。客っぽいですね、今の。高ぶってる人ってどっちかというとお客さんな感じがしますよね。高ぶってもいっぱい水をかけちゃったこともあります。どういうこと？すごい、あー来てくださって嬉しいと思って手がバーンってやったら、もうペットボトルバーンってやっちゃって、来てくださった方に水バーンってかけちゃったりとかやったら、すごいありがとうって言われました。ありがとうとか、まあ、あるある、そういうタイプのアイドル。ということで、斉藤さん、今日はアイドルすげえいっぱいいる場所なのね。はい。ね、なんか、自意識がブレそうになったら手を挙げてください。すみません、今ちょっと気持ちがふわふわしていますみたいな。手を挙げます。あ、そうなんだ。申告します。申告して、はい、で、なんか、ドルファン、アイドルファンっぽい質問とかしたくなったらしていいですからね。あ、わかりました。ね、なんか、横に推しがいるんだよ。
はい、と聞いていたって。いや、推しって言ってないです。でも好きです。だから質問で、ね、お前よかったりしたら、実践してもらって大丈夫です。はい。今とこまで大丈夫。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は、さくらんぼ。かわいい。正解だね。正解にもほどがあるんですね。さっき汁なし担々麺って言ったのに。そうだね、汁なし担々麺に比べるとだいぶ柔らかい答えですね。はい、じゃあ村上さんですけど、はい、村上さんって一番好きな食べ物は何ですか？私の好きな食べ物は肉です。本当に人類として普通に好きなもの言ったね。もっと可愛いホイップクリームといちごです。すいません、もう遅いです。おかしいな。じゃあそれでは村上さん、プロフィール見せていただいてもいいですか？はい、はい、こちらが私のプロフィールです。はい、名前は村上真夏です、うん、グループで決めていただいたあだ名はマナティというのがあるので、うん、マナティって呼んでください、うん、で神奈川県生まれで、実は誕生日が8月24日でちょうど1週間前でした。おめでとうございます。ありがとうございます。特技は立て開脚です。で趣味はクレープの動画を見ることです。クレープの動画、はい、作ってる動画を、作ってるやつを動画を見るとなんかいいな。クレープを作るって随分限定的ですけど、はい、もうさっきまたミニチュア料理のまだ広がりがあった感じです。ミニチュアも私は通ってきました。あ、そうなの、ね、はい、ミニチュアを通ってクレープにも落ち着いてる感じ。クレープに落ち着くの？来ました。何その不動産の内見みたいな。はい、クレープに落ち着いた。はい、ちょっとクレープに落ち着いた魅力はどこ？なんかまず、うん、すごい流れがすごい決まってるんですよ、クレープって。なんかなるほど、ちょっとわかる。わかりました。その、まず鉄板丸いし。そうなんですよね、うん、あ、丸まったなと思って湯気がちょっとずつ出てきたら、あ、ここだと思ったタイミングで絶対ひっくり返すんですよ。あー、ひっくり返した後、みんななぜだかわかんないけど生地揺らすんですよね。揺らす、揺らすで冷ますために揺らしてて、はぁ、やっぱり揺らすんだどこもって思ったり。でもクレープの絞り方はクレープの絞る時は一緒なんですけど、絞り方7種類ぐらいあるんですよ。え、そうなの？そうなの、全部お店によって違くて、え、ここはこういう絞り方がそうかみたいな。そんなに世の中には豊富にクレープ動画がある？あります、あります。まずそこを知らなかった。いや、もう本当に調べてください。へぇ、ね、あ、そうなんだ。そうなんですよ。隣のスーパーミラクルアイドルがめっちゃ乗ってましたよ。今佐藤さんかなり納得がいくやつだな。いや、なんかわかんないですけど、うん、わかんないけど誰でめっちゃ乗ったんでしたっけ？よかった。いや、あの生地を揺らすの後あたりでこう来て、何でしたっけね、冷ますんですよね。そうそう、冷ますとか、うん、まあ、でもその作っていく過程を見るのが面白いっていうのはすごくわかります、うん、あの工場の動画とか、わかります。こうやってできてるんだって、私たちって完成しか知らない、うん、そういうのを見るとなんか、あ、暇かけて作ってくださったんだ、感謝みたいな気持ちになるかなって、うん、なんで手叩いてるか落ちました。なんか乗ってるなって思います。でもすごい面白いです。なんかそんな奥が深いんだなって勉強になりました。7種類の絞り方あるけどね、はい、想像もしなかったね。そうなんですよ、僕なんか。ああ、じゃあ特に今なんか特におすすめのクレープ動画は誰がどんなクレープ作ってるんですか？今言っていいんですかね。あの、これこのイベントマジで何の縛りもないので、ご自分関係の縛りだけ禁止ください。わかりました。クレープ3150さんっていう、何それ、その数字で315で、本当は最高って言うんですけど、うん、その方がなんか今クレープ屋さん の移動式のクレープ屋さんの日常みたいなのを配信してる、はい、配信してくださってて、でそこで普段 そのお店で売るクレープもそうなんですけど、うん、閉店した後のまかないクレープとかも載せてくれてて、あ、クレープの裏側が知れたな。クレープの裏側は普通に焼け焦げてる。焼けてんじゃないの、特に。すごい。クレープ、そっか、こういう風にまかないが食べてるんだ。ああ。まかないクレープっていう言葉自体が、マリオンクレープって聞いたことあるけど。マリオンクレープやめてたよね。やめて。それぐらいしか言えないって言ったのに、クレープのお店の名前。ああ。で、じゃあ自分でそれ食べに行ったりとか。します。そうする、はい、やっぱり食べますね。クレープ甘いのとしょっぱいのがあるんで、確かに、もう一つのお店でお昼ご飯食べたらデザートまで行けるんで、逆に言えば全部。そうすると初めから最後までオールクレープじゃないですか。はい、うん、いや、それを聞いて斉藤さんがもうちょっとバリエーションが欲しいって顔されてすごいですね、クレープで過ごすって。クレープで過ごす、はい、うん、すごい、ヨーロッパの農民みたいな。クレープで過ごしてるんだと。クレープでね、はい、
多分1日最大何食とかありますか？でもやっぱりまとめて食べたい派なので。まとめて食べたい派？はい、あ、はち切れそうってくらい食べるのが好き。クレープを？はい。え、1店舗で何回もオーダーするの？あ、1回に何個も頼んで、うん、暗いてるとこじっと見て動画撮っていいですか？どう撮るの？はい、もうちょっとしたもうなんかクレープマニアとして客で有名になってるじゃないですか。そんな、そのやっぱり恥ずかしいんで、同じところには何度も行けないです。ああ。いろんなところに。もうでもあれだね、もうなんか、カゴの割れているラーメン王が来たみたいにそのうちになるかもしれない。そんな、恥ずかしいな、ね。クレープ王が来たぞみたいなやつ。サービスしていただけるかな。うん、でも緊張感が走るかもしれない。村上来たぞ。綺麗にやらなきゃみたいな。さて、それがもうすでに表側だけでも10人目に。はい。興味が出るやつでしたけど、はい、ちょい足しの、はい、プロフィールをいただきましょうか。はい。はい、最近はこちらです。うん、はい。最近、韓国語にハマって、韓国語の勉強をするようになりました。クレープより一般的でしたね、いや、好きなことは、ちょっとさっきのクレープで、ちょっとお届けしたかと思うんですけど、食事で。おこの間、その誕生日が近かったということもあって、アイスケーキをいただいたんですけど、ハンホールを15分くらいで平らげて、びっくりされました。アイスケーキは、まあ、時間が結構限られてはいる。はい。けれど、ハンホールで、ホールってもう本当に、普通のホールです。お店で売ってるような、あのサイズのやつを、ハンホール。なんか、食べる食べるって言って、あ、食べますって言ったら、なんか、まだ食べる、あ、まだ食べます、まだ食べる、まだ食べますって言って、ずっと食べたら、ハンホール。現場で食べてたの？現場で食べてました。もう他のメンバーがいるところで。あ、はい、他の子が、そのハンホールの、残りのハンホール、他のスタッフさんの方が分けていて、うん、みんながその、ちょっとずつ食べてる間に半分いただくみたいな。あ、結構な量ですけど、はい。あの、昔からよく食べる子だったんですよ。そうなんです、いっぱい食べちゃって。うん、大変だよね。だってさっきのコクレープのやつも濁してはいるけれども、いや厚みにしたら5センチぐらい食ってる気がするぞ。そうなんですよ、結構食べちゃう。え、じゃあ今までに、なんか特にじゃあ他に好きな食べ物はって言ったら何ですか？肉が好きって言いましたよね。はい。え、じゃあもう焼肉とか行ったりすると、えらい勢いで。いっぱい食べちゃいますね。もうなんか焼けるのが待ってられない。もういけるかなみたいな、赤くてもいっちゃおうかなって思うんですよ。我慢ができないから。我慢ができない。でもそれはやっぱり周りの人に食べたよって止められて。もうクソもうクソって言うぐらいの。周りの人に止められてる理由が、なんかこう体のことを心配してくれるような気がしますね。そうなんですよ。で、しかも韓国語でしょ？はい、そうです。もう韓国といえばみたいな。そうなんですよ。うん。結構しょっちゅう行ってたとかなんですか？今行ってみたらでしょうけど。実はまだ韓国には一回も行ったことなくて。そうなんです。でも、イメトレだけは完璧です。イメトレ？はい。ちょっと、今、韓国の現地の動画をたくさん見て。韓国の現地の動画？そうなんです。現地の日本人の方がおすすめのお店があるよっていうのをいっぱい載せてくださってるんで、それが、そうか、ここは、お店はここにあって、この池がここだから、あ、こう行けば効率よく回れるな、みたいなのをイメトレして。イメトレしてるけれども、まだ行けていない。行く予定もないです。行く予定も、はい、あ、そうでしょうね。活動もしてるし、はい、なおかつ今そっちなかなか渡航しづらい時期ですからね。うん、じゃあもう韓国のクレープ屋とかいったら最高だ。そうなんですよ。韓国に美味しそうなクレープ屋さんがあるんですよ。え、韓国のクレープ屋もチェック済みなの？そうなんですよ。さ、ハマりやすいでしょ。何よりも。そうなんです。ああ、いろんなものにちょっと変化してしまう。じゃあ今までにハマったもの遍歴って言うと。ハマったもの遍歴？うん。なんだろう。ちょっと今パッと思いつかないな。じゃあ自分の意思でそういうの始めるのって中高生ぐらいじゃないですか。あ、はい。うん、中学生の時はみたいな。中学生の時はなんか友達の勧めでサッカー部になぜかちょっと入ることになって。はい、やる方？やる方に入って。で、あ、サッカーやってたの？やってました。でも運動がすごい苦手なので。なんで入ったの？友達に、うん、いや行けるしょみたいに言われて、あ、行けるかなと思って入った。ちょっとか軽はずみだな。おう。ちょっとやっぱり運動厳しかった。どんな厳しかった？ってとこにやって3年間ですか？3年間ちょっと一応やりました。偉い。頑張りました。やったけど、まあ、サッカー選手にはなれない。ちょっと難しいなと思って、うんうん、で高校もちょっと友達に誘われて、軽音部に入ってギターを始めるって。だったらもうプロフィールの中とかに、そこまで行ったらギターも出てきそうじゃん。そうなんですよ。ギターあまり自信がなくて。なんでそういうのばっかり選ぶの？そうなんですよ、ちょっと、うん、初めて楽器に触れて、うん、そうでもギターそこでちょっとやってたおかげで、うん、今、ダイアローグの方にスベスベマチューガニという、うん、バンドも、あの数少ない毒のあるカニです。そうです、そうです、はい、そうです、
別にあの、大丈夫、変な豆知識好きでは有名な感じです。すべての街の。すべての街はね、バンドも。私に似た人がっていう設定で組ませていただいて、はい、ギターもそこで活かして、そのビルが聞くとスベスベマンチューガリのギターの方ですか。そうですね。そこだけ聞くと何っていう感じがすごいですけど。そうです。あ、確かにいろんなものに手を出しては手を出してますね。あ、しかも得意不得意で言うとあんまりそこを気にしないですぐ手を出す。はい、なんか周りにいけるって言われるとあ、いけるかもと思っちゃう。あ、しかも声優さんですもんね。そうなんです。声優さんってアイドルと違って、まあ、基本養成所とか通わないと職能は身につかない、はい、そうですね。でそれもやっぱりアニメが好きだったからとかそういうのが。あ、そうなんです。アニメが好きだったっていうよりは友達に。ちょっとさっきからさ、全部友達なの大丈夫？だから今までの人生の中で友達にものすごい業の都合を見つけられたとかない？そんなことはないですけど。ない、なんてですけども。人を信じやすいところは多々ありまして。そうだね。そう、でも友達がきっかけでそのアニメとか声優さんにハマって、うん、で友達が同じタイミングで養成所に通い始めてたので、うん、私も通ってみようかな。友達の影響力が強すぎる。そうだ、影響されやすい。影響されやすいんだ。はい、そうですね。あ、で現状はクレープの動画に一番影響。はい、でも美味しそう。美味しそうと、はい、ハマっております。なるほど、はい、はい、じゃあ続いて佐藤さんに行きたいと思いますが、はい、いいですか。はい、じゃあ佐藤さんのプロフィールからまずお願いします。はい、私のプロフィールはこちらです。はい、佐藤マニア、プロスビのダンスに所属しています。ニックネームはアンヌちゃんと呼ばれています。そして私は埼玉県出身、生年月日は秘密、血液型は B 型、趣味は音楽鑑賞、K-POP がすごく好きで、あのたまに K-POP のインタビューとかなんかお仕事いただいたりしてます。あと歩くことが好きで、あの駅、一駅分歩くとかそういう歩き方がすごく好きです。なんか見た感じめちゃめちゃハイヒールとか似合いそうな感じなんですけど。いやいや、ヒールとかほとんどスニーカー。あ、そうなんだ。はい、すごく、あの、ヒールは苦手なんですけど、特技は字を書くこととパンをきれいに切ることです。最後のところに突然アイドル曲出してきた感じがする。ね、スーパーミラクルアイドル感最後に出てきましたけど、はい、字を書くって習字とかは分かりますよ。あ、でも書道も私2段を、うん、あ、そうなの、持っているんですが、特に得意の書道よりかは硬筆とかペン字が得意で、あの、僕も見やすくないですか。見やすい、確かに、うん、アピールしていただきましたけど確かに見やすいんですけど、練習するの、そういうのは。練習、まあでもそうですね、なんか結構自分の手書きで書かなきゃいけない、うん、こうお仕事とかだったら何度も書き直したりはします。おー、別にこうなんかこう立辺のみこちゃんみたいな通ってたとかするんじゃないですか。あ、最近そのおうち時間が長かったので、アマゾンで展示の本買って、うん見たりとかして、綺麗な字を見るのが好きで。綺麗な字を見るのが好き。なんかそのクレープを作る動画とかミニチュア動画と同じく綺麗な字を書く動画があるんですよ。書道家の方ですか。そうですね、書道だったり展示だったり、もうなんかパソコンで打ったような文字を書く動画があって、もうそういうの見ると快感です。気持ちいい、スカッとする。間違いなく村上さんがそれ私も見たことあるっていう。見ました。結構ありますよ。そうなんです。なんか途中でギャル文字からすごい綺麗な文字に変わったりとか。へえ、気持ちいいですね。しかし村上さんはこのように YouTube ができる前はどうやって生きていたんだろう。むしろほとんど今 YouTube いっぱい見てます。でもね、今ね話聞けばってこと、はい、で、あとパンを切るは、パンを切るは私パン屋さんで4年間ぐらいアルバイトの経験があって、それであのパンを切ることは得意です。まっすぐ綺麗、自信があります。確かに食パンとか意外に綺麗って言われると、ぐたぐずになるなみたいなことありますけど、難しいと思うんですけど、まあ、そこは私は綺麗になります。なんか練習、コツはある。コツは、もう、なんだろう、無駄なことは考えない。メンタルなの。パンと向き合うっていうことですね。メンタルなんだ。そうです。最近でも前パン切り包丁を、マイパン切り包丁手に入れました。それはでも待って、パンそんなに、はい、あの、なんだろう、うち嫁と娘で3人暮らしですけど、はい、そもそもパン切らないんですよ。あ、本当ですか。切るそんなに。え、みんな切るそんなパン。ロムさんどうですか。切れてるパンを、だよね、普通ね。バゲットとかは、
うん、結構一本みたいなこととかあるか まだわかりますよ、うん、でもバゲットはさすがにそんなに難しくないというか、そうですね、でも斜めに切ったりとか、うん、まあ、用途によって角度変えたりとかは結構知りたいです。まあ、食パンはね、でも難しいですね、潰れちゃったりとか。でもそれ用にやっぱりファンキリ包丁があるとだいぶ違う。あ、違いますね、うん、普通の包丁だと結構沈んじゃうところも、うん、ファンキリ包丁もちょっとスラッと切れると思います。あとその K-POP の話がさっきね、わざとインタビューを受けるほど詳しいみたいなお話がありました。まあ、村上さんがさっきこう韓国語をやってるっていうのがあったのと、あと内藤さんにさっきから、ルンパンと韓国語のまねが見たいなみたいなのすごい言われてるけど、そんな引き出しがあるんですか？私もそうですね、韓国ドラマとか好き、韓国系K-POP 歴が10年以上。あ、すごい仲良くなれそう、うん、でも話聞いてみるまで一つも気づいてなかったですよ。あ、そうなんですね。英語たち誰が好きなんですか？ぜひ聞いてください。僕全然わかんない。私もともとあのヨジャグルだとシスター。シスター、マジ？え、超仲良くなれます。ちょっとお互いに2人で楽しいのわかるんですけど、もうちょっと翻訳してもらっていいみたいな。もうシスターっていうグループはもう3年前ぐらい解散してしまったんですけど、男子女性グループ、女性グループ、女性4人組グループで、うん、結構韓国で一番、まあ、歌が上手と言われてる、ね、あのボーカルメンバーがいたりとか、うん、あと夏になると必ずヒット曲を出す、うん、サマークイーンって呼ばれていて、韓国では結構そうメジャーなグループですね。じゃあ、ヘイトさんは、あのでただなんかそれを聞いていて、モノマネってどういうことってなるんですけど。見たい、分かるってなれるか、あ、人間これやり、これがじゃあちょっとやりがいがあるじゃないですか、知らないところでやるよりも受け取るキャッチャーがいいと思う。ちょっとルンパンちゃんの、ちょっと私の自己紹介もいいんで、ちょっと見たい、ちょっと見たい、ちょっと確かにちょっと流れ上ちょっと見たい、ちょっとすみさんですか。あ、なんでもいいですよ。なんでもいいって言われても、そもそもなんか僕韓国の芸能界全く分からないので、一番得意なものとか、あの普通、あ、本当に日本語はあんまり上手じゃないですから。そう、なんとなく一般的にそういう人たちいっぱいいるよねっていうやつで。でも挨拶とかも、うん、ちょっとクオリティ高いな今も確かに。韓国アイドルさんと K-POP アイドルさんの挨拶もボーイズグループと女の子のガールズグループでは結構似てたりするんですよね。なんか勢いが。え、どういうこと？勢いが似てる。ただ結構なんだろう。うん、アイドルさんはちょっと違うじゃないですか、うん、男女でやり方がちょっと違うよね。そうなんですよ、うんうんうん、でそういうのをちょっとずっと見てると、うん、自分もやりたくなってくるというか、レポを友達にするときにそういう伝え方にしたくなっちゃうんですよ。レポを友達に伝える、ライブとか見に行って、うんうん、どうだったって聞かれて、うんうん、でその本人感をちょっとでも出したくなるじゃないですか。あ、小芝居したくなるみたいな。そうなんですよ、うんうん、レポを伝えるときで、そうやってずっと友達にこう伝えてってたら、うん、なんかちょっと似てるんじゃないみたいなって。へ、少し広い。じゃ あ, あの今のは僕らに分かりやすいように一般的なのしてくれたじゃないですか。でも本当はなんかすごい具体的なやつもできるしやれるんですよ、きっと。あ、多分ですよ ね。多分この状態で佐藤さんがいるんだと伝わるんだと思うんですよ。はい、きっと受け取れます。ね、受け取れるぐらいには趣味共通してそうな感じがするんですけど、うん、じゃあ一番内藤さんがこう具体的な人で、この人のモノマネみたいにいけそうなんで。具体的このグループのモノマネみたいな。いや、でもなんかそんな、あの、個室とか似てないんですよ。個室ではなく、個人的な、そうなんです。グループ名の言い方。なんて、ちょっとそれ面白そうだな。K-POP のグループ名の言い方。ですね。はい、ちょっとなんかグループ名出していただいて。あ、じゃあ、ボーイズグループバージョン。はい。はい、僕たちはボルトです。よろしくお願いします。あ、自分のグループ名しちゃうんですか。はい、ちょっと伏せて。おお、はい。でも今のだけでディティールでこんな感じなんだなって、佐藤さんありますよ。いや、マジで、あの、この勢い感とかあります。僕たちはボルトですみたいな。なんか、あとガタナズポーズとかがあったりするので、似てます。2人でできたらすごいんじゃないですか、それ。今、だって佐藤さんもちょっとモノマネ入ってましたからね。なんか2人で面白いことできそうだなって今可能性が可能性確かに、あのちょっと出てきたんで、あの
次回までになんか試合次回までですか後で途中で休憩入れるから頑張って休憩の後に2人でネタ合わせしてもらったら1個ぐらいできるじゃないですかね。すいません、じゃあこんなところに、こんなところに、あ、結構あの K-POP 友達何人になってるんですか。あ、そうですね、なんかこうアイドルになる前のもう普通のオタク友達とかはまあいるんですけど、うんうん、アイドルになってからの K-POP ファンの友達はあんまりいないので、うん、なんか好きだって言ってる方は結構いるんですけど、うん、ちょっと仲良くなったらまだないので、うん、これを機に内藤さん、ナンパされてますよ。やばい、初めてのアイドルさんのお友達かもしれない。本当ですか。11年やってきたのに、ね、ですよ、ね、でもそれは意外にもうファンから心配されてますからね、内藤さんの友達ができたらいいみたいな。そうですね、ちょっと後で裏でもね、きっとみんなのことを気にしてそんなに喋ってないかと思いますけど、 K-POP の話とかはちょっとできる話でしたね、これね、はい、さて、でまだこれは佐藤さんのプロフィール途中なんですか。はい、ちょい足しいきましょう。いいですか。はい、ちょい足しプロフィールは、こちらです。じゃじゃん。はい。はい、チャームポイントは腹筋です。お、鍛えてる。腹筋が割れております。おそして好きな食べ物、牛タン、チョコレート、生ハム、うん、ハッピーターンでーす。チョコレート以外の親父率。すごく好きです。おえ、じゃあ運動すごい得意だったり。結構典型的な運動はできるけど勉強できないっていうタイプの人間で、割と走ることと、あとバレーボール3年間やったんで、その辺は結構自信あります。うん、体力にはかなり自信が、はい。はい、長距離走もやってます。あ、そうなの？長距離走もやってたことがある？はい、小学生の時に駅伝の選手とかやって、意外と運動は。できます。でもそれでさらにこうあのパン屋さんで4年間働いてるんですよ、はい、なんか突然なぜアイドルになっているんだろうって感じが。もともとは女優さんとかモデルさんになりたかったんですけど、結構アイドルから女優モデルになる方もいらっしゃる時代だったので、それでオーディション受けてみようと思ったのがきっかけで、で私も皆さんと同じようにアイドルのアイドル好きで、なんか最初はアイドリングさん、アイドリングから始まってんの？そう、アイドリングさんとか、中野富士シスターズのフランリさんとか、それももクロさんとか、今またフランリで内藤さんすげえな、それもまた、そういう、まあ、そこに戦国時代を、戦国時代を戦い抜いてきたアイドルさんとかを見てて、それで好きになりました。ちょっとアイドル、戦国時代の突入直前ぐらいですよね。そうですね。でしかもそこで内藤さんがすごい不女シスターズ反応してたから何か。いや、昔じゃない、あの一番最初の東京アイドルフェスティバルに出させていただいて、その時にももクロさんも出演されていて、で、ももクロさんも見たよみたいに言われて、その前にフランジュクさんが、なんだこれはすごいと思って、そこから、すごい、あれ生で出たんですよ、そこ。ああもうすごい、歴史の証人だよ、品川でやってたやつ。そうなんですよ、アストラボールの時だ。そうなんだ。で、その時は佐藤さんも現場に行ってたとかではない、私、でも普段塾さんのリリースイベントとか、あとももクロさんのリリースも行ったことあります。ものの方多いな、今日そうなんで、本当にアイドルになりたくて、実は48グループさんのオーディションとかも受けたことがあって、あら、はい、今はな、まあ、こうしてね、ちょっと広瀬になっているんですけど、まあ、なりたいなと思ってた時もありました。あんまり48グループだと今田さん完全金髪の方はいらっしゃらないいや、でも奈々さんとかも真っ金金な時もありましたよ。あ、そうか、私最近なんで金っていうかちょっと派手なんですよ。最近派手にしたけれども、そう、普段はあの分かりやすく大学デビューみたいな感じのあの、伸びとしてはそうです、あの、メジャーで控えてるんで、そのノリでなるほど、メジャーデビューデビュー。そうです。浮ついたことやってみてくださいよね、みたいなね。似合ってますけどね。ありがとうございます。さあ、といったところで内藤さん、大変ながらお待たせしております。はい、内藤さんのプロフィールを見てみましょうか。はい、はい、じゃじゃん、はい、内藤ルナです。今日字綺麗な人多いな、今日。なんかあの、なんでしょうね、その辺に今日真面目な性格が出てる感じがします。はい、はい、ニックネームはルンパンって呼ばれています。はい、
で、出身地が東京で、生年月日が2000年12月23日で、血液型が O 型で、趣味が瞑想とき、特技妄想です。すいません、後半が、部屋から出ていらっしゃい。まず趣味が瞑想で、特技が妄想なんだ、はい、この分けたのはなぜ？なんか自己紹介の時に、まあ、実際もそうなんですけど、特技妄想、趣味瞑想って言ったらかっこいいなと。インフンでるね。はい。それって、じゃあどうしてるのっていうのがいいんですけど、瞑想って言ったら前奏の人に聞いたらちゃんと座禅組んだりするわけじゃないですか。内藤さんの場合は、それ行動としてはどういう行動をとってるの？あ、でも結構普段から何気ない時も瞑想してます。何気ない時に瞑想してるの？なんかこう、レッスン中とかではないんですけど、お昼ご飯食べてる時、メンバーとかと食べてる時に、こう、みたいになってて、で、ちょっと不安だよ、周りからすると。メンバーと心配して、それで、その時に、なんかメンバーの子は、あ、ペンパン、ペンパン、あ、瞑想中か。ね、そんな受け入れ今。だってメンバーあと3人のうち2人小学生じゃないですか。はい。自分と同じグループのお姉さんが、ご飯食べ終わったらいきなり止まってたらびっくりします。そう、だけど、本当に食べてる途中じゃないけど、今しようじゃなくて、知らないうちにしちゃうんですよ。訪れるんだ。一点見つめて、目が離れなくなっちゃって、こうやられると、治るじゃないですか。いや、そんなにみんな簡単に取らさないで。ならないですか？一点見つめちゃって、なんかこうやってやられたら、ファッてなるけど、ならないですよ。こうやって一生こっちまっすぐ見ちゃって。なんか占い師の修行とかしてたりします？いや、してないです。すごいな、そのトランス。そんなことある？みんな、他の皆さん。あります。もう一人いた。買い物の、なんか並んでる時とかに、なんかぼーっとして、なんか後ろの時に、進んでますよって、っていう時があります。はい。その時は、意識は、何をしてるの？意識は。何かを考えてるのか、なんか、もう本当の無の状態。無？なんか本当に、一点にするみたいな。無の状況に。本当に無なんですよ。それはじゃあ、ちょっともう一人の瞑想派に聞いてみますが、その時も本当にこうやられないと気がつかないから、無なの。いや、こうやっても気づかない。喋りかけられても何も。入ってこないですよ、ね、聞こえないし、見えない。その聞こえないしね、見えてない。わかんないけど、とりあえず目から見えてる情報、まあ目には映ってるんでしょう。はい、物理現象ですから。映ってるけど、脳が全然それを受け付けてないみたいな。そうですね、聞こえないんですよ、周りの音とか。じゃあその時は何を考えてるとかじゃないってこと？考えないです、ね。考えもしょ、じゃあもう完全に斉藤さんが言ってるのと同じ。状態。多分そうかな。それはじゃああくまで趣味だよね。そうですね。まあおうち時間最近あったので、その時とかもちゃんとした瞑想もしてみようと思って。いやもういいよ、大丈夫だよ。十分に身についてると思うから、さらにやろうと思うの。部屋暗くして、なんかちょっとムード出して、瞑想っぽい。で、なんか、ウンドルンと、ウンドルンとみたいな BGM 聴きながら、ぼーっとするみたいなのをやってみました。それご家族とかいたら、ガチ心配になるやつだと思うんですけど。多分大丈夫だと思う。大丈夫、また瞑想してるわね、みたいな。そんな感じですね、祈りは。はい。で、瞑想と妄想を分けてる。あ、妄想、はい、特技は妄想にしてます。妄想の場合は、その瞑想のこの何も入っちゃった状態から、なんか自分に都合のいいことを考えてるんですか？多分人より、そういうないことを考える時間が長いんじゃないかなと思って。ないこと？その、なんとかだったらいいなみたいな。自分が考え事が多いんですね。自分がエビ中のメンバーだったらそういうこと？ご飯行ったらどこに行けよ。行けばいいかな。なんならこれ、同じ事務所の同じ職業の人じゃないですか。はい、行こうよ。行ったらどこがいいかなとか。明日はどんなインスタの投稿するかなみたいな。っていうのを考えてるの？アップかなみたいな感じの考えてるの。っていうのを考えていて、ファンの人の気持ちがすごい分かってる感じは。あ、本当ですか？するんですけど。小さい頃とかは、見えないものを可愛がってました。ワンちゃんとか、ずっと小さい頃、今は
あのワンちゃん飼ってるんですけど、うん、小さい頃、うん、飼ってなかった頃とかは、うん、あーとか言って見えない子をずっとこう、リードの散歩でしました。どこ？道を。道を。お、じゃあ傍から見るとあの子こうやってるけど、あれなんだろうな。そうなんです。なんか、うん、自分がなんかプリンセスだと思ってたじゃないけど、うん、でそうやってなんかプリンセスのドレスを着て、うん、お花に向かって話しかけてるときにスカウトしてるみたいな。うん、アイドルになったきっかけがそれなの？アイドルっていうか事務所に。事務所のまあ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 。8歳とか9歳ですか？1年生とか小1、2年生ぐらい、はい、の時に自分がお姫様になってお花に話しかけて妄想してた時に宮殿から使者がやってきたわけですか？本当？びっくりしました。びっくりするよこっちが、はい、すごいね。じゃあそれはなかなか、まあ、治らないというか、まあ、その方がいいよね。そうですね、考えてる。最近は行動には起こさないんですよ。ここはやらない。やらないけど、頭の中でいろいろ考えてます。ああ、クリエイターっぽいかもしれないですね。漫画家さんとかで得意なキャラクターじゃないですか。じゃあちょっとこれちょい足しって、これで十二分にちょい足しというか、普通は絶対にね、履歴書には書かないやつ来ましたからね。はい。はい。どんな？じゃじゃん。はい。ミュージック、ファッション、ユーマ。ちょっと待って、ミュージック、ファッションはいいよ。最後なんで未確認生物なんですか？すみません、H ちょっと小文字に書いちゃった。間違えて。え、H を？全部大文字にしようと思ったのに H だけ。あ、ファッションの H。小文字に書いちゃって。それよりは未確認生物の方が問題なんで、どっちかっていうと。で、まずミュージック、音楽は、さっきも K-POP が大好きみたいな。そうですね、洋楽とかも大好きで、小さい頃からそういう音楽を聴く機会がたくさんあったので、常にこう音楽はかけてないと落ち着かない感じです。ファッションも大好きです。まあでも僕はもうアイドルとしてもとっても両方ともプラスになることも多いじゃないですか。音楽もファッションも。ただすみません、ユーマはあんまりアイドルに求められない、意見を求められない領域ですけどね。なんかそういう見えないものじゃないけど、都市伝説とかが本当に大好き。だから小さい頃とかも妖精図鑑っていうのが売ってて、本当に売ってたそれ。そうなんですよ。見えないもんじゃないですよ。見えない本やね。見えない本やにプリンセスが行くと渡してくれる本とかじゃないですよ。さっき多分外国の方が書いたのを日本語にした本なんですけど、ガチャ。そういう大きな図鑑とか買ってもらって、見て、なんかこうやったら妖精が来るとか、こういうのが起きたら見えるとか、こういう妖精がいるとかいう本とかもずっと読んでたりするのと、あとついこの間カミングアウトじゃないけど、見えたりもちょこちょこするの？することを最近。怖い怖い怖い。でも別に怖いものじゃないの？幽霊みたいなもんじゃない？怖いものです。どこにどんな妖精がいたんですか？妖精じゃないんですよね。妖精は小さい頃しか見えて、でもなんかあんまりそう今まで言ったことがなかったのかな。ちょっと今日聞かせてくださいよ。なんだろう。でも一回お話ししたことあるのとないのどっちがいいですか？ないやつかな。私がライブしてたんですよ。そんなにぎやかな場所に出るの？そんなにぎやかな場所に出るの？そうなんです。なんか私がライブハウスでライブやってて、でなんかふとこっちからすっごいなんか感じるんですよ。いや、ライブ中に？いやー、そう。いやー、もうやだなーと思ったけど、こっち向かなきゃいけない振りがあって、こっち向いて踊る振りがあったんですよ。いや、その振り付けることに。いけないなーと思って、振ってみたら、スピーカーと幕内がずっとこうやって。ちょっと待って。普通スピーカーの枠の上のでしょ？ローディーさんとかじゃないの？普通に。違うんですよ。違うの？さっきまでいなかったし、こうやって間入るには一回ステージこう出なきゃいけない。あ、そっちから出たら上手側だと思った。隙間からすっごい自分のこと見るんですよ。見ちゃったと思いながらライブして、で、また見たらまっすぐになくなってました。より怖いね。その人は、なんだろう、行きたいライブにどうしても行けないで造物できなかった人とかなんですかね。楽しそうで楽しそうだね。ファンなの？オタクなの？
かもしれない。痛くなるかもしれない。楽しそうだから来ちゃったのかもしれない。ボルトスタートしてからですか？いや、その前にロッカジャパン。ロッカジャパンの時。じゃあ、いまだにライブ中に見えたりするんですか？まあ、その時だけでした。その時だけ。ちなみに、他に見えてる可能性があるとすると斉藤さんなんですけど、斉藤さんは、はい、なんか、見えたりしたことありますか？え、見えないです、見えないです。あ、それは大丈夫なの？え、ダメです、本当に。はい、あ、怖い。怖いです。怖い。はい、でも若干怖がってるんですよ。そうですね。え、そのライブ中にいるとか考えたら、なんかこれからライブするときなんかめっちゃ寂しそうです。やばい。じゃあこれ、内藤さんこれ友達に分かってたんですよ。会場えどこは中野サンプラザとか。いや違います。どこでしょう。いや、ちょっとそのサンあのライブハウスに悪いから言わない。そうですね。ライブハウスに悪いから。じゃあ後で後ろで教えてあげて。ここ変わらない。聞いておきたいです。ああという最後に特大の何かが出てきた感じがすごいしますが、あっという間に1時間ぐらい経ってるんですよ。あっという間に。なので、あのショールームは前半まででお別れということになっているので、あのショールームでご覧の方で今日初めての、というか多分全グループ見たことある人絶対いないと思うんですけど、あのすいませんが、あの各グループのお知らせをここでいただきたいと思いまして、はい、じゃあ、馬村さんからお願いしてもいいですか？はい。はい。いきます。はい、STU48 のフィフスシングルの思い出せる恋をしよう。9月2日にリリースさせていただきます。ありがとうございます。その明日がフラゲ日で、明後日が発売日となっています。で今回の曲は、1期生ドラフト3期生と2期生バージョンの2パターンあるんですけど、同じ曲を歌ってるんですよ。およ。そうなんです。この同じ曲を2パターン撮って、ミュージックビデオもその分2パターン撮ってっていうのが東京都グループ初の試みなので、皆さんぜひミュージックビデオの2パターン見ていただきたいですし、楽曲も2パターン聴いていただきたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 STU 本当になんていうんだろう、あのこう他のグループより一緒にいる時間長いというか、うん、同じ地元でずっとやってるから感がすごいあって、一回あの赤坂フィーツを拝見しに行ったんですけど、めちゃめちゃチームワークいいですよね。本当ですか？すっげー揃ってるなと思って、ね、そうなんですよ。 STU あの人数であれだけ揃えるとすげー練習してるんだろうな。拝見しました。じゃあ今回はそれをさらに2パターンで作った。そう、あの2期、はい、2期生が最近加入してきてくれたメンバーなので、うん、そうなんです。初々しさにも注目していただきたいです。はい、これリーダーっぽいですね。コメントありがとうございます。はい、じゃあ斉藤さん。はい、毎週月曜日深夜12時12分からテレビ東京にて青春高校3年 C 組が放送中です。うん、今日も12時12分から放送するので。うん、みんなでバラエティー一生懸命頑張ってるので、よかったら見てください。バラエティーにこだわりのある斉藤さんが、はい、はい、そうなので、よかったまずはそちらですね。はい、でそして、じゃあロミさん。はい、まず一つ目の告知なんですが、はい、こちら9月16日に私たちのファーストライブ、僕たちの革命オンラインのブルーレイが発売します。すごい内容が盛りだくさんで、定点カメラなどもありますので、ぜひぜひ検討してください。お願いします。はい。そして2つ目が、はい、10月2日、3日、4日の TIFF オンライン2020に出演することになりました。まだダイアローグの出演の日時は未定なのですが、後日お知らせしたいと思います。よろしくお願いします。はい。そして最後、私たちのダイアローグジャムボリューム2が2020年10月10日の土曜日に開催することになりました。新宿文化センターの大ホールでやります。昼の部は13時から、夜の部は17時半からで、配信もあります。打ち上げ放送も21時からやります。そして夜の部にはゲストとして三森すず子さんと木戸あかりさんが来てくださいます。全編生バンドのライブとなっていますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、すごい、もうポニーキャニオンって感じのライブですね。そうですね、こだわりも、はい、はい。で、その打ち上げ放送ってね、なんかこの間、多分ついこの間やってましたよね。そうなんです、はい、ね、そういう発表会がありまして、なんかイベント終わった後にメンバーとプロデューサーが壇上に上がって喋ってるんですよ。そうなんです、っていうのをやってるんですよ。歌い方とか、歌い方とかも、あ、とかも、はい、やってます。パスピーの大和田さんが喋ってるのびっくりしました。はい、来てくださいました、していただいてます、はい。さて、じゃあそして佐藤さん、はいはい、はい、いただきます。はい、テレビ朝日さんにてヒロノステで放送中です。はい、昨日も放送したんですけど、見逃し配信 TVer などでぜひチェックしてください。そして9月14日
に佐藤マリアオンライン誕生日パーティーがあります。おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日が次の日なんですけど、13日生まれなんですね。そうです、13日生まれなんですけど、ワンクラブ会員様のみ視聴可能となってるんですが、ぜひぜひあのこの機会にご入会いただいてご覧ください。そして一番大事なやつ、9月23日フィロソフィーのダンスメジャーデビューシングル Don't Stop the Dance で発売します。おめでとうございます。ありがとうございます。今回作詞ヒャダインとかなんですね。そうなんです、ヒャダインさんと初めてご一緒させていただいて、なんか当て書き、歌詞の当て書きがあったりですとか、うん、あとダンスも最近初めて披露させていただいたんですけど、なんか結構パワフルで強さあふれる曲になっているので、うん、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あともう言ってしまうと、多分そのメジャーデビューミューコメプラスゲストに来てくれます、あ、ご存知なかったですか。私も言っていいんですか、あれ。え、何が。あ、いや、すみません、どなたがいらっしゃるのか。フィロソフィーのダンスはゲストです。あ、お邪魔したいです。来ていただくのは全然僕らとしてはウェルカムです。そうなんですか。この間もあのビスが2人しか来ないはずで、4人いて、なんでって言って。結構そういう自由な感じ。うち全然そういうの大丈夫です。すごい嬉しいです、なんか。じゃあもう、あのすみません、今日あの加茂さんいらっしゃってますけど、いいですか。来ていただいて、加茂さんもいいですか。大丈夫ですね。わかんないですけど、佐藤は必ず行きます。わかりました。佐藤さんは必ず来ていただいていきましょう。はい、はい、軽率にお願いしました。ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあそして、ボルトのお知らせを内藤さん。はい、9月5日6日にイニスタさんにてボルトのネットサイン会があります。はい、こちらはあのボルトのメジャーデビューファーストアルバムポップをあのご購入いただいた方にこうサインをね、あの読みながら宛名とかメッセージを読みながら書かせていただくんですけど、あのその特典が毎回違ったりして、今回は浴衣の生写真だったりするので、ぜひ気になった方はもうポップの、ね、CD も全部についてくる特典なので、 CD ももちろんもらえますので、皆さんよかったらぜひご購入ください。よろしくお願いします。あの今まで一度も予定調和の感じ出てなかったのに、最後の浴衣の瞬間だけ欲しいっていう感じで、それは本当に欲しかったの。浴衣のやつ、いや、やっぱアイドルの浴衣は絶対マストで欲しいです、あーすごい、斉藤さんがめっちゃうなずいてる。わかります、浴衣はやっぱ夏にしか見れないですからね。特別ですよね、もうサンタコスとか季節のありがたみ、そこら辺の季節感が出してるところが素晴らしいなと思います。感動、皆さんぜひ行ってください。はい、皆さん、その各アイドル気になる方がいた場合はぜひお願いします。で、僕もここでじゃあお知らせちょっと告知すると、すいません、今日台本全然ないじゃないですか。はい、台本言ってないじゃないですか。あの、こういうことをできるんだけど、僕もともとがオタクなんですよ。ドルオタだし、アニオタだし。で、人と話すの苦手だったんですけど、こういう仕事ができるようになったのは、みんながいろんなことを教えてくれなかったの、勝手に自分で解析して作ったものが、あの、今は本屋さんで並んでまして、1週間で10万かかりました。ありがとうございます。おー、はい、元ゴミ商アナウンサーが考案した会話が浸透するための話し方、聞き方の教科書。本が出てますので、よかったら皆さんにお渡ししますので、よかったら、はい、ありがとうございます、はい、っていうのと、あと、うちもミューカープラスの番組やってしょっちゅうアイドル出てもらっている番組なのですが、12月の、あ、今日か、今日の12時から、昨日復活を久しぶりにしたゾックが全員に来る。すごい斉藤さんが反応してる。どうしたの。すごいと思って。聞きたい、聞きます。聞いてる。ね、青春高校真裏でやってんだよ。あ、タイムフリーで来てください。ラジコンタイムフリーでお聞きいただきたいと、はい、というふうに思っております。ということで、一応前半ここまでなんですけど、後半を聞きたいという方はツイキャスで、あのもっとね、アングルとかもいろいろ良くなっているやつがありますので、よろしければ今日の前半をもう一回聞きたいとかね、途中参戦の方もぜひそちらはアーカイブも残りますので、ご協力いただきたいと思います。じゃあショールームだけの方とは一旦ここで、あ、その前に止まりや、アイドルクラブ多分次回 TIFF でやります。はい、TIFF スペシャルで多分やることになります。ちょっとお話ししてますので、TIFF スペシャルでやらせていただくのもちょっと楽しみに待っててください。ロフトナインでやるのは多分11月かなというふうに思っております。ということで、本日はご覧いただいたショールームの方、ゴールズ現場はどうもありがとうございました。ありがとうございました。後半のツイキャスで、並び順がちょうど逆になって、もう一回やります。じゃあね。はい、じゃあちょっと後半、ツイキャスの方ちょっと待っててください。ちょっとだけ、その間に後ろで内藤さんと佐藤さんが多分ネタ合わせとかすると思います。はい、頑張ります。じゃあ一回チェンキャスは僕がじゃない、ショールームは私が止めなきゃいけない。あ、手動なんですね。自分で止める。いや
がとうございました。ありがとうございました。まずは音を